月間テーマ。1月ブレインフード、2月ウォーミングフード、3月抵抗力アップ、4月脱鼻むず、5月リラックスとリフレッシュ、6月めぐる、7月クールダウン、8月ミネラル補給、9月休養には栄養を、10月エイジングケア、11月腸内フローラ、12月肌ケア。食べ物の力を知る、これこそ薬膳。食べることで病気を予防し、体調を管理して健康になりましょう。ノードクターノーメディシン、究極の世界観。8月ミネラル補給。8月の月間テーマ、ミネラル補給。旬の食材で酷暑に備える。ミネラル補給と水分代謝を良くする夏の食材を。夏の暑さから来るだるさの原因は暑邪。暑邪には暑と湿の性質を持ち、気と心液を消耗させます。暑邪対策には、体に溜まった熱を冷まし、汗で失われた水分とミネラルを補給します。湿邪対策には、水分代謝を良くし、胃腸を健全に保ちます。ミネラル他、汗で失われたミネラルを補給する。カリウム、不足すると脱水症状を招く。ビタミン B1、 疲労物質を分解。マグネシウム、栄養素をエネルギーに、変換時に必要。クエン酸、疲労原因の一つ。乳酸を抑制。抗酸化成分、疲労原因の一つ。活性酸素を分解。水分代謝ほか。精神死活、心液を潤す。清熱人員、良性で水分の多いもの。下暑、熱感や喉の渇きを緩和する。用意健脾、消化機能を高める。トマト、キュウリ、タイ、酢。下暑、トマト、精神死活、キュウリ、カリウム、タイ、クエン酸、酢。人参、じゃがいも、落花生。抗酸化成分、用意健脾。人参、カリウム、マグネシウム、じゃがいも、ビタミン B1、 落花生。東洋医学では、病気の原因の一つが外因です。自然界の6種の気候変化を6気といい、風、寒、暑、湿、燥、火があります。通常は万物を育てますが、6気の過不足、時期に反して出現することで体に悪く作用する場合、6邪、6陰へ転化します。暑邪とは夏の暑さのこと。燃え上がる炎のような性質。暑と湿の性質を持ち、高熱や多汗で汗と一緒に気も排出し、疲れやすく、気と心液を消耗させます。心と小腸が暑邪に弱い。心は心、精神も司るので、動悸、息切れ、不眠も引き起こします。表裏関係から小腸も弱ります。消化不良だけでなく、風邪などの免疫低下の一因になります。暑邪対策は、体に溜まった余分な熱を冷ますことと、汗で失われた水分とミネラル補給をすることです。冷ましすぎに注意します。湿邪とは、湿度が高い暑さのこと。重くてネバネバした性質。湿の
性質、皮膚から湿気が入りやすく体内の水分が溜まりやすい、脾と胃が湿邪に弱い、消化器系のトラブル、関節痛、脾が弱るとだるさ、倦怠感、下痢、眠気、むくみ、尿が出にくいなどの症状が出る。湿邪対策は水分代謝を良くし胃の機能を保つこと、甘味食材、トウモロコシ、豆類他で胃を守ります。摂りすぎると熱がこもり余分な水分がたまります。水分を排出させる食材を摂るようにします。熱中症を食事で予防するにはミネラル補給と水分代謝を良くする。まずミネラルについて考えます。汗にはミネラルが多く含まれます。ナトリウム、マグネシウム、カリウム、鉄が汗で失われます。マグネシウム、カリウム、カルシウムは心臓病予防のミネラルと呼ばれています。マグネシウムが不足すると血圧上昇、動脈硬化につながります。ミネラルとは五大栄養素のタンパク質、炭水化物、糖質、脂質、ビタミン、ミネラルのうちの一つ。体の構成成分になったり生理機能を調節します。人間の体に必要なミネラルは16種類あります。ミネラルは体の中で作り出せないから食事から取るしかありません。参考必須ミネラルはカルシウム、リン、カリウム、硫黄、塩素、ナトリウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、銅、マンガン、クロム、ヨウ素、セレン、モリブデン、コバルト。カリウム、不足すると細胞内の脱水症状を招く。ほうれん草、ひじき、じゃがいも、バナナ、肉類、魚類。マグネシウム、栄養素をエネルギー変換時に必要。クロロフィル、葉緑素の中に多く含まれるので緑黄色野菜、海藻類に多く含まれます。大豆、小麦胚芽、きな粉、油揚げ、玄米、ご飯、ひじき、豆腐、ホタテ、カツオ、アジ。ビタミン B1、 糖質や脂肪がエネルギーになるときに酵素、アミラーゼが必要で、ビタミン B1 は補酵素の役割をします。疲労物質を分解、自律神経など神経の働きを正常に保つ。大豆、ごま、玄米、強化米、胚芽米、麦、海苔、栗、ほうれん草、豚肉、レバー、うなぎ、カレー、牛乳。アリシン、ビタミン B1 の吸収力がアップ。ビタミン B1 を含む食品と一緒に食べる。ニンニク、ニラ、ネギ、玉ねぎ。クエン酸、疲労回復、乳酸を抑制します。アリシンを含む食品と一緒に食べる。レモン、グレープフルーツ、オレンジ、梅干し、酢。抗酸化成分、夏は紫外線が強く活性酸素が大量発生。
疲労がたまる原因となる活性酸素を分解します。ビタミン C、 カロテノイド、パプリカ、ジャガイモ、サツマイモ、トマト、ニンジン、キウイフルーツ、レモン、イワシ、セレン、ナッツ類、ビタミン E。 次は東洋医学、中医学の観点から見ていきます。東洋医学と西洋医学の違い。西洋医学は各独立した機関から人体は成立していると捉えるのに対し、東洋医学、中医学は全身が関連する一つの有機体として捉えています。五臓六腑の捉え方が、西洋医学はそれぞれの機能が単独で存在していると捉え、東洋医学は気、血、心液を結びつけ機能していると捉えることが、人体を構成する最も重要な基本的要素として考えています。生態観、すべては揃ってつながり調和して生態と言います。また人体は外界の自然界の一部で、自然界とも密接につながっています。人間の体は季節と気候、昼夜の変化、標高や高温多湿からの影響を受け、自然や宇宙とつながって成り立っています。その人間の五臓六腑も各々の臓器と密接につながり、さらに連携をして成り立っています。つまり体の外と内の2つの調和が取れていることが重要だとの考え方です。生態観、宇宙、自然界、人体、木、火、土、金、水、肝、心、脾、肺、腎、春、夏、腸化、秋、冬、春分、夏至、秋分、冬至、幼虫の幼、幼の極点、陰が生まれる、幼虫の陰、陰虫の陰、陰の極点、陽が生まれる、陰虫の陽、人体各部が互いに協調し合い、影響し合ってバランスをとっている。陰陽学説、物事は陰陽の2つの相反する面を持ち、対立しながら依存し合い、絶えず変化しています。陰陽は相対的に決まるもので、陰極まれば陽に転じ、陽極まれば陰に転じます。陽は激しく動くもの、外に向かうもの、上昇するもの、暖かいもの、明るいもの。体表、四肢外側、六腑、袋で中身がない、木、形がない。陰は静止しているもの、内にあるもの、加工するもの、冷たいもの、暗いもの。体内、四肢内側、五臓、実質臓器、血、心液、液体で形がある。陰陽のバランスの崩れる原因には邪気があり、免疫力や抵抗力を正気と言い、そのバランスの上に成り立っています。つまり邪気が強く正気が弱いと病気になります。日光が当たる背中は陽、日光が当たらない胸、腹は陰。五行学説、古代中国で生まれた世界観で自然哲学です。万物は木火土金水という物質からなっているという考え方です。木は極直という樹木が曲がったりまっすぐになったりして上へ成長する性質、
成長、挑発、上達、肝の働き。火は炎上という温熱、上昇、向上などの作用や性質。土は火食という土に種をまき、収穫する、生み出す、樹能、物を乗せる。金は重覚という変革を意味し、清潔、修練、祝殺、秋に木の葉を散らすこと。水は巡下という水が下へ流れること。完了、自順、高下。五行、木、火、土、金、水、創生の関係。木は火を生じ、火は灰となって土を生じ、土の中から金属を生じ、金属の表面に水を生じ、水は木を育てる。創生、木は火を生ずる、火は灰となって土を生ずる、土から金を生ずる、金属は水を生ずる、水は木を育てる。相克の関係。木は土に勝ち栄養を取り、土は水に勝ちせき止め、水は火に勝ち消し、火は金に勝ち溶かし、金は木に勝つ割る。相克。木は土から栄養を取る、土は水をせき止める、水は火を消す、火は金を溶かす、金は木を割る。体質を知り、陰陽五行に学ぶ。気、血、水、心液の不足と滞りで体に支障が起きる。体を構成する基本要素、気、血、水、心液。気、陽、生命活動の根幹をなすエネルギー。血、陰、血液、心液、陰、血液以外の体液。人体を構成、生存を維持する基本要素。血の巡りが滑らかでないといっても、そもそも中医学の考え方の血は西洋医学の血液とは違います。中医学では人体の基本構成要素として気、血、心液があります。まず血液の巡りについての説明です。その後、気の巡り、血の巡り、心液の巡りについて説明します。血液の巡りが滑らかでない汚血の原因、血虚、血が不足で汚血。対策の食材、血液を補い巡りを整える気、血、陰虚、体液不足で汚血。体液の不足を補う心液、気体、気が滞るで汚血。気の巡りを流す気、肝症、冷え症で汚血。体を温める温性、気の概念。宇宙、人体を構成している基本的物質、人体の生命活動を維持する基本的物質、気はさらに微細な性でできています。それらを詳しく図式化すると下のようになります。気の生成と種類。大気、天の気、大気、肺、正気、呼吸を司り気血の運行。
早期、液、気表、気肉、肥毛、汗腺を守る、脈管外をめぐる、飲食物、地の気、水国の精、火、水国の精気、栄気、栄養を与える、血液を作る、脈管外をめぐる、父母から受け継いだ、先天の精、腎、元気、三焦、経脈を通って、各臓腑、経絡へ巡る。血の生理機能。血は、気と同じく、人体を構成する基本的物質です。ほぼ血液のことで、栄気と心液でできています。血は、精神活動の元となるもの。血が不足すると、精神や意識に影響があります。血の循環を担う作用、気の骨折、水道作用、血の漏出を防ぐ、流れを促進する、火の凍結作用、血が脈外へ溢れるのを防ぐ、心の水道作用、血を循環させる、肝の疎泄作用、全身の気の量を調節する、肝の増血作用、血液量を調節する。血の生成、水国の精気、精神活動の物質的基礎、全身を栄養し自循する。血、全身、水国、食べ物から心液が作られる。火、小腸、大腸、心液。鼻から入った精気と口から入った水国の精気と肺で臓器となり、栄気が作られ、血とともに人体を巡る。栄気、された後天の精が腎に蓄えられる。精、血、肝、腎、血の量を調整する。肝の中にも血が蓄えられる。肝の血が不足すると、腎の精から血となって補われる。全身を自充し潤す。2、血液の組成成分を出す。心液の生成、水国。水国、食べ物から心液が作られる。火、小腸、大腸、心液、全身を自充する。血液の組成成分を出す。三焦を通る。全身、尿、呼気、汗、肥毛を自循。血脈を栄養。血液の成分、臓腑を自循。骨髄を自循。それでも熱中症になったとき、1. 応急処置、立ちくらみ、筋肉のこむら返り、大量の発汗の症状、クーラーの効いた涼しい環境に対比する。服を脱ぎ、肌に直接保冷剤で首、脇の下、太ももの付け根などを冷やす。
できる経口補水液、スポーツドリンクなどを飲む。2、救急搬送を必要な症状。頭痛、不快感、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感。3、入院して集中治療を必要な症状。意識障害、痙攣、手足の運動障害、高体温。下暑、熱感、口渇、汗の出を緩和する。インゲン豆、緑豆、トマト、ニガウリ、もやし、いちご、ココナッツ、スイカ、パイナップル、メロン、レモン、ハイビスカス。精神死活、心液を生じさせて潤す。心液不足によるさまざまな乾燥症状を緩和させる。アスパラガス、オクラ、キュウリ、ズッキーニ、とうがん、トマト、もやし、レンコン、白きくらげ、梅、オリーブ、柿、キウイフルーツ、ココナッツ、シークワーサー、スイカ、スモモ、梨、パイナップル、ビワ、ブドウ、マンゴー、みかん、メロン、桃、リンゴ、レモン、米、甘酒、紅茶、緑茶、牛乳、チーズ、ヨーグルト、サトウキビ、砂糖。清熱、解熱作用、ハトムギ、アズキ、緑豆、豆腐、ごぼう、キクイモ、アスパラガス、チンゲンサイ、ツルムラサキ、白菜、空心菜、クレソン、セロリ、タケノコ、もやし、モロヘイヤ、キュウリ、とうがん、ズッキーニ、ナス、柿、キウイフルーツ、スイカ、梨、パイナップル、バナナ、メロン、レモン、アサリ、シジミ、カニ、昆布、ひじき、もずく、わかめ、牛の舌、馬肉、卵白、カモミール、緑茶、ローズヒップ、キッカ、口なしの実、サトウキビ。健脾、脾の働きを正常にする食欲不振、疲労倦怠、体力気力低下を改善。脾、消化器系のこと。米、きび、玄米、大豆、納豆、さつまいも、じゃがいも、山芋。インゲン豆、黒豆、枝豆、オクラ、かぼちゃ、小松菜、チンゲン菜、人参。にんにく、白菜、ブロッコリー、アボカド、干し柿、さくらんぼ、りんご、アジ、イワシ、タイ、ヒラメ、牛肉、卵黄、ハスの実。ドキアタリ対策のハーブティー。菊花茶は体から熱を排出し、のぼせや頭痛、めまい対策に。千層茶は台湾の初期あたりや喉の渇き対策のお茶です。お茶の入れ方、菊花か千層をスプーンそれぞれ、山盛り1杯と 1.5 リットルの水をポットに入れる。火にかけ沸騰したら弱火で10分から